量産型みたいな格好をしとる。珍しく妹にあげたであろう服。ひつまぶしよう。どうやったら可愛く映るのか、ちょっと今日は不調すぎますね。はい、スケちゃんはねどっか行った、残念。煽ったわ。スケちゃんねクローゼットの中、お出かけしないけど別に、なんか家の中じゃないと着ない服を着てみようと思って、ある意味コスプレ配信です。はい。しちゃらめします。198-7654321210で押すから198-7654321ぽいって感じね。はい、もう私七並びやりすぎて、今もう堂々の1位なんで。はい、トップイベントも堂々の11位なんで、よろしく。マジ、いやどのメンバーよりもやってるわこれは。いきます。これ私別にあの他のメンバーさんみたいに5分おきにやりますとか、なんかちゃんと時計持って1987とかやんないから、あんまり当たる気なくて大丈夫です。当たったらラッキーぐらいで、はい、そんなになんか絶対に対戦しようなぐらいのテンションで言ってないのでご了承ください。当たんなくてもイラッとしないで。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ぽい。スケちゃん出る？スケちゃん出ていった？スケちゃん、スケちゃん、あ、放置してた。お疲れんかん。昨日から始めました。あ、そうなんだ。七並べしてる。お、出ていったわ、にゃんすけ。かわいっしょ。こんにちはーす、こんにちはーす。おつ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 。マヒちゃんに当たった？私ユミコに当たったよ。敵のユミコです、よろしくお願いします。こんにちは。すごい、この七並べなんか来月が、来月が本気なのにさ、今月飛ばしすぎてるよね。頑張らねば。ライティングがもったいない感じですけど、さっきソラハに当たりました。あー、それたまに当たるね。あ、トンネルされた。今日ははみやみ、はみやみだったんですけど、あ、バーストした。出してくれやんやん。はみやみだったんですけど、はい、聞いてくれましたか、ラジオ公式。なんかさ、関西ウォーカーもね、公式がね、藪下風起優香が岡山を旅探検みたいになってるしね、はみやみも公式がね、あのはみやみの公式じゃなくて STU の公式ね、 STU の公式がなんかはみやみも出演、岩田ひな起優香になってんの。
や、え、私だしみたいな感じなんですが、関西ウォーカーもハミヤミも全然私の存在を認知してくれてなくて、公式が、STU 公式がちょっと悲しいんですけど、はい、スケちゃん、まあメールで言ったからいいかなって感じ。ひかー、まあ私は非公式メンバーだからしょうがない。今日はアリちゃんとの関西ウォーカーも発売日です。関西ウォーカーぜひ見てください。私まだ見てないんだけど、ちょっと広島帰ったら見ます。どんな使命になってるのか。アリちゃん、アリちゃんの可愛い動画をまた載せようかな。猫釣り。スケちゃん可愛い。あ、アリちゃん来たショールーム。イエーイ。アリのスケ。アリちゃん。アリちゃん。アリちゃんカニカニ。アリちゃん来たよ。ウレピー、福ちゃんに会いたい。だってもうごめん、スケちゃん、あかりん、ありちゃんに推し変する。嬉しい、あかりんも会いたい。ツイッターのスマタのありちゃんの可愛いやつ載せるね。アリちゃんも乗せてくれてありがとう。つけちゃん、アリちゃん来て嬉しいね。そんな感じで幸せな感じです。確かに何気ない毎日が今の僕の宝物さ、穏やかに流れてゆく日々が幸せの全てだよ。ずっとずっとこのままが永遠魚に続くように、流れ星に願いをかけるよ。いつまでも流れゆくまま。はあ、かわいいにゃんすけです。失礼しよう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ちょい、失礼。福田が登場してた。イエーイ。カリカリキャット、こんにちは。珍しくお昼配信してみました。やっぱこう休みの日に普段やんない時間にやることで、普段夜は見れないよって人が見れたらいいかなと思ってやりました。STU の福田あかりです。よろしくね、フォローしてください。20歳です。もうすぐ20歳じゃなくなるけど、
言うてか、言うて3ヶ月20歳だけど、あと今は STU48 の一並べっていうアプリをやってます。今イベント中なんで、よかったらアプリを入れて、福田あかりをおしめにして遊んでください。ちょっと出るなら出る、出るなら出る、はい、出るなら出る、さよなら、出るなら出る、出ないなら出ない、はい、あ、七並べ放置してた、ごめん。わかった、今日顔漏れてないのは前髪がパラパラだからだ。ちゃんとくるってやればよかった。飲むなら乗るな、そうそうよ、何のアプリ、テロップ見て ST48 の七並べ、あー自撮りしてもやっぱ前髪だな、これは前髪をもっとさ量産型っぽくさしなきゃいけないんだ。あと背景が畳、これが問題、明け嫁髪の毛の爪が甘かったです。福田あかりちゃん3位、めっちゃバリバリ言ってる。順位上がらん、みんな正月夜勤ありよんかね。今日ゴロメがちょっと懐いたから嬉しかった。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、福田にお知らせされた11、あー、トップイベント、ごめんねごめんねごめんね、カリカリのキャット、忖度うどんしても全然みんな忖度してくれないんだよね。忖度うどんスタンプをバリバリ使ったのに、でも久々に可愛い格好、可愛い格好するけど、いつも可愛い格好ってか、なんか量産っぽい格好というかすると、これ言うのめっちゃ好きだけど、やっぱ身長がでかいからバランスがおかしい。身長ちっちゃい方がいいよね絶対。フリーサイズのワンピが似合わないって。あ、ママ、ママおらんし、コロミちゃんがおる、え、どこ行った、もう、隠れた隠れた、冬は冬は家があったかいからね、コロミちゃん暖房つけたら来るからね、賢すぎでしょ。クロミちゃん初でしょ、野良猫だもん、だから最近の全然野良としての自覚を持ってないけど、ほぼ家猫に なっているクロミどもですが、いや触ったら引っかかれるんよ、あ、懐いてないけん、
自由なキャットです。いやちょっと今隠れたけんね、隠れたけん出てこんよしばらく、残念。ご飯あげるときしか人間に寄りつかんけん。さっきちょっと仲良くなったのにな。キャット。そう、自由なキャット。諦め方やろ。諦めですよ。仕事の人なんじゃない今日から。三が日終わったもんね。福ちゃんと呼んでください。あと1ヶ月で毎日アイズ1周年。イエーイ。おせち食べてない。おせちって食べるもんなくない？おせち、かまぼこと黒豆ぐらいしかなんか、あんま食べるもんないの。私が子供だからかな。失礼、ありがとうございました。こちらこそ。明日から新しい職場です。マジ？緊張すんね。来週の今日は新公演だね。え、マジ？やばい。え、いや無理、待ってマジか。来週絶対私病んでると思う。まあ初日迎えちゃえば楽しいけどね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。新公演楽しみ、楽しみにしててください。初日行くよ。お、嬉しい。ゴリバはやりきった。確かに。緊張感ない方がダメ。もう緊張感しかないよ。緊張感しかないですよ。緊張感の塊よ、マジで。緊張しすぎたらダメよね。でも緊張しすぎたら、だって死ぬほど何百回も踊った、ペダルですら間違えたりするかもしれんじゃん。そう、例えばの話ね。瀬戸りにペダルがあるかないかとか、そういう話じゃなくて、もう緊張しすぎたら死ぬほど踊ってるイメージからでも間違えるかもしれんじゃん。緊張しすぎたら瀬戸内の声のあの振りが全然ないやつでも間違えるかもしれんじゃん。緊張ってね、全てを狂わすよね。自分の普段できることもできなくなっちゃうから怖いよね。だから中途半端、中途半端、程よく緊張するのがちょうどいいんだよ。うん、なんかライブの時やられて、ツアーの時とかもなんだけど、新曲とかはめっちゃ緊張するけんね。初めてやる曲とかめっちゃ緊張するから、めっちゃ頑張る、めっちゃが、正直もうレスとか全然考えれないぐらい、とにかくもう踊ることだけを必死にやっている時とかだと、もう本当にマジで頭に血上りすぎて、一曲終わったらはぁってなって、その次が例えばペダルとかだったら、めっちゃペダルとかもう体に染み込みまくってるのに、ハッ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 ってなるから、本当に緊張って怖い。そう、あの SKE さんの名古屋でツアーやった時のお気どきはほんまに緊張した。あれやばかったな。2回目からはあれなんだけど、1回ステージでやっちゃえば大丈夫なんだけど、そう、2回目からは1回ステージでやっちゃえば2回目からは全然大丈夫なんだけど、1回目は本当にやばいね。
そんな感じでやってるんじゃんす。よくみんな余裕な顔して踊るよな、ほんとすごいわ。アイドルさんすげえって感じです。死ぬほど確認してるのになんか緊張するんだよね。そう、調べしてます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。左に見える青いのが可愛い。何、青いのとかある、なんだろう。あ、ハート詰まずにやっちゃったきょうふくちゃんと葵先生が同時に出てきてビビった。めっちゃメンバーと当たるんよね、ここの2、3日。みんな実家で暇なんだろうかな、きっとやることは一緒。今日の服好評だね、たまに可愛い服着よう。青いのこれ、あ、これ毛布。ここに首にヒラヒラがついてるだけで騙されるというね。そうですよ、これ首にヒラヒラついてるだけで、下はジャージだったりするから、私の場合。何事ちゃんと管理してくれよ。猫。家は壊さないで。ちゃんと今あれでしょ、スカートだったでしょ。ジャージじゃなかったでしょ。握手会の時はこういう時は下に短パン履いてます。そう、前のめ、あ、やば、ちょっと積んだんだけど、見て、持ちカードがこんな感じ。もうこれは終わった。はい、やってらかしたよ。ジョーカーは持ちっぱなしなんだけど、忖度うどんだそう。あ、でももうにバーストした、バーストした、終わった終わったあるあるですね、これは。ごろみさん、ロミさん触らせてはくれるけど全然ダメですわ。ティラメ頑張るよ。最後の切り札と思ってジョーカー最後まで取っといたことある。わかる、最初の方わかなかったもん。石田鍋、コロミとニャンスキはラブラブですよ。カード育った。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。
マだ。このクマ初めて見たかも。ありがとう。タワー帯けありがとう。明けおめですね。久しぶりだね。明けおめ久しぶりじゃないな。明けおめですね。ことよろ帯けさん、ことよろです。ありがくま、ありがくまです。ありがくまです。帯けありがくま、今年もよろしく。 Thank you。 お正月タワーね、これ初めてかな。どうだろう、なんかいろんなクマが最近増えてるからちょっと把握しきれてないけど、これ新しいやつな気がします。お正月のやつです。イエイ。 Thank you。 こんばんは。よん、ありがとうございます。にゃすけ、にゃんすけも来ました。ありがタワーです。初めてですか、このタワー。初めてタワー、ありがとうございます。アビケイさん、初めてタワーでした。ショールームをしとるぜ。年越しで全部あった。ほんと、つけちゃん全然見えないし。うん、日も飽きたにゃって言ってる。取り上げられた。マジやば。コロミちゃん、めっちゃ綺麗だ、めっちゃ綺麗だ、ありがとうございます。めっちゃ綺麗だって。やっぱ可愛い服はちょっと反応がいい。リボンが歪んでるけど、たまに着ます。ロリータも持ってるんだけど、どこ行ったかな。ロリータ持ってるんだよ、一個だけ。どこやったんだろう、ロリータ。もうロリータっていうロリータを持ってるんですよ。ちゃんとアンジェリックプリティっていうの、アンプリのやつを持ってるんですよ。たまに見る、その服好きです。ありがとうございます。握手会で着る、握手会でしか着ない、こういうの。ショールームで着たことないかも、あんまり。これも握手会で一回着た。フリータでもどこあるかわからん。まあ可愛い服を見たけど握手会に来てくださいということで、ただいま ST48 のフォースシングルの握手受付中なので、ぜひ皆さん、感謝枠も始まったんで遊びに来てください。感謝枠と通常枠申し込むボタンが別なんで間違えずに。感謝枠、服団とか行こうかどうしようかなって迷ってる人は、服団とか来たら服が届くかもしれないので来てください。よろしくお願いします。私の毎月のお金のほとんどは握手会の
手会の服 などに消えています。というわけで、その私の、選んでいる服を見に来てください。よろしくお願いします。あとうどん代、あとうどん代と、うーん、なんだ、何使ってんの、うどん代食費はうどんしか食べないから食費イコールうどん代って感じ。私の場合エンゲルケースっていうよりはうどんケースかな。よろしく。あ、歯医者さん代、隣レーンから見ても、目の前に来て一回ぐらい来なよ、ついででいいからさ。そうそんな感じでございます。服すごい うどんケース、みんなうどんケースどれぐらい高い？福田推しの人はうどんケースが超高いと思いますけど STU 最初の握手福ちゃんだったりする。最初の握手福ちゃん、それ結構福田以外も行っちゃったってことか。ソワケースよりは高いの良かったです猫が返事した確かに口並べしよう10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ママが閉めてるんだろうね。なんかあそこ空いてるし。よいしょ、地下レンコン。お行儀がいい猫でしょ猫は天才だからね、ニャンセイを生きてるから、ニャンセイを。もう今日がお正月のなんか帰省ラッシュみたいな感じなんかね。明日どうなんだろう、人多いのかな。高速とかめっちゃ混んでたりするのかな。空港とかやばいのかな。ピークは明日。やば。東京周辺がすごい。すごそう。始発だけど座れなかったの。マジ？始発で始発駅？やば。連休中あんま出なかった。私も。高速やばいの？じゃあちゃんと帰り、ちゃんと時間通りに帰りたかったら、公共交通機関の方がいいってことか。座れないとしても。
傷つけてすまない傷ついてないよ。あ、1位だ、イエーイ、1位、嬉しい。広島周辺はそんなんじゃない。広島人いないってこと？コロミちゃんダメだわ、ミヤマヤ言ってるだけ。ユミリンとめっちゃよく当たってる。初見です、ありがとうございます。1位取れないよね、私も私も。前髪巻き直したい。それでは10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。でもなんか新幹線とかゴールデンウィークとか年末年始とかやばいけど、人やばいけど、なんかずっと券売機のとこでなんかやってたら、なんかパッてグリーン席とか一つ空いたりするんでしょ。猫鳴いてます。ハロー、血並べやっとる。EX 予約使ったことない。何 EX 予約って、なんか登録とかしないいけん、なんかカードとかいるんやっけ。難しそうやな。新公演たくさんやるのかな今年。クレジットカードがいるのか。ふくちゃんも可愛くするって可愛いんだな。どういうこと。調べましょう。やってるやってる。なうなう。申し込んじゃえば便利。あ、そうなんだ。でも私さ、そのお仕事で新幹線乗るときは自分で取らないから、なんかプライベートで新幹線乗るのって、それこそ帰省のとき、もう帰省のときもそんな新幹線乗らないかな。どうだろう。なんかバスで帰ったり車で帰ったりするから、そんなにプライベートで新幹線使わないよねって感じ。なんか作ったときは損じゃないって感じ。年会費かかんなそうだし。まあいいや。てか別に立っててもいいやって感じ。あ、1位取られた。席選べる。あ、そうなんだ。お。デビットカードでもできます。あーね、タイムラグどのぐらいだろう、わかんない。まあ自由席並んどいて何本か見送ったら座れたりするのかな。てかめっちゃこの期間で称号増えた。ユミリンパラダイスだし、イエーイ、ユミリンパラダイス。
アリちゃんのときめき、アリちゃんと意外と初めてだった昨日。葵のときめき、葵ちゃんも意外と3回以下なのか。もっと当たってるイメージだったんだけど。イエーイ、強い。しかもなんか意外とメンバー同士で一斉のってやってるのもあるけど、なんか意外とちゃんと、ちゃんと意外とちゃんとなんか偶然当たってるのがあるかも、が多いかも。痛い、噛まれた。ピエンです。ってな感じで、もう半じゃん。ちょっともうあと5分ぐらいで終わろうと思います。セーターにスキニーが良かった。あー、冬にあるある。じゃああと3回やるね。10、9、8、7、8出てきた。6、5、4、3、2、1、0。痛い。だから洗った方がいいよね。なんか猫に噛まれたとこってなんか変な膨らみ方しない？ぷくーって。ね、消毒しろってか洗おう。ちゃんと洗いに行きたいと思います。もう今年中にゴロミちゃんに懐いてもらうことはできるのだろうか。配信中には誰とも当たってないかな。ベレー帽好き。本当？ベレー帽いまいちかぶり方わからんけど。ね。猫の爪切り大変そうだよね。いやいいでしょ。アイドルみたいでか。アイドルみたいってどういうこと？アイドルだし、ゴリゴリのアイドルだわ。葵ちゃんもベレー帽好きやけん。葵ちゃん家行ったらね、めっちゃ帽子あるもん。葵ちゃん頭何個あるんってぐらい帽子ある。そう、ベレー帽といえば徹子さんの漫画家さん的な感じで、まぁ、ちょっとわかるけど、アイシャドウはいろいろ適当。今日はスタイルなんだかな。あ、1位、イエーイ。この格好でコンビニ行ってみよう。全然行けるよ。別にきつくないし。タレはめっちゃ可愛い。ありがとう。いや別に全然きつくないし。いや帽子とスニーカーとかは、帽子とか靴とかはね、いっぱいコレクターしたくなりますよね。
今日特に可愛いね、ありがとう、うん、その褒め方は素敵、今日特にって、特に今日特に可愛いねって言う、今日可愛いねって特に可愛いねって言う、なんか普段から可愛いと思ってますよみたいな来て、ちょっともうウキウキ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。そうこういう格好がしづらいのは、でもなんか可愛い服とか着るとなんか今日どうしたみたいな感じで言われる、いじり方とかされたらもう絶対着てやるかってなるじゃないですか。今日どうしたのみたいな、別に可愛い服着たくなる時だってあるじゃんって思うじゃないですか。なんかない、みんなもなんかちょっとさ髪型とか決めてみたりさ、なんかちょっと新しい服買ったから特になんもない日だけどいい服着ていこうかなって時とか、なんか着ていったりしたらさ、友達とかにさ今日どうしたんとか、なんかどっか行くのみたいな、え気合入ってんじゃんみたいな感じで言われたら、なんかもうまあってならない別にいいじゃん、たまにはそういう日もあるよってならない。私はめっちゃなるんだけど、そうあるあるだよねね、あるよね、そういうのあるよね、そっとしといてって感じよね。今日はなんで来たかっていうと、可愛い服があったから来たっていう、ちょっとコスプレみたいな。そう、あ可愛いじゃんで完結あ褒めてくれたら感動するね、え今日可愛い服着てんじゃんいいねみたいな言われたらもうあざーすってなりますね。まあ、とにかく可愛い格好の服が見たい方は握手会に来てください。いろんな格好をしてみたいと思います。よろしくお願いします。握手会待ってます。で次これ配信その対戦が終わったら、あバーストした。わ待ってめっちゃ雲来た。4位だった。え、ありがとう、おびけいさん。え、クマ4つ来た。ありがとう。うわあ、クマクマがすごいよ。明けおめ、あ、2020って書いてんだこれ。2020クマ、ありがクマ。おびけいさんありがとう。すごい。新年早々。お年玉ありがとうございます。ありがくま、ほみけんさんありがとう。ちょっと自分の家じゃないから何もないんだな、申し訳ない、感謝感謝、ほみけんさんありがとうございます。にゃすごい、5つもか、さっきも1つあったから。5くまありがとう、ありがとうございます。明けましておめでとうございます、ことよろです。 Thank you。 あ、画用紙投入ペン投入、妹からの画用紙ペン投入あるんかい、あるんかい。だったらお正月にも書きたかったよ。いてててて、電子これちょっと文房具ない、受験生、受験生筆箱の中全然ない、細いやつでもいいけ、受験生文房具ないんか、でんこれ、ペンでん、なんか細いやつでもいい、ボールペンでいい、
受験生全然勉強せんからそう言ったってもまほんま、ありがくまペン家に実家に買っとこ太いやつめっちゃやっぱボールペンだったら薄いねありがくま5つもありがとうございますうん影に隠れてやってるんですよやってないよ絶対やってないよもうそれではラスト1回の足並べをしようと思います。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。まだ終わってないからタワー送りました。あ、ありがとうございます。 Thank you。誰も福田推しがいない配信見てる人の中でもラスト1回、まあでも私今日っていうかもう一日中七並べやってるからみんな七並べやってたら当たる可能性高いと思います。特にこの正月は。なんで配信後もよかったら七並べ遊んでください。福田推しでお願いします。くちゃんの妹何歳？何歳だろう？わかんない。高3って何歳？17ぐらいじゃない？はい。この室内が終わったら壇上読んでキャッチフレーズやって終了します。よかったらフォローしてください。そして握手会も遊びに来てください。マジ待ってます。マジ待ってます。福ちゃん今4位。うん、4位。自分は1位だけど福田あかりと福田あかりランキングの中で1位で福田あかりは4位。ん、まあ、とりあえずなんだろう、7位以内に入れてます。あの7位ラインじゃないとダメだから今月は。それには入れてます。やば、1位。これ忖度の押してくれたのかな、ありがとう。あ、イベントランキング9位になった。イエーイ、トップイベント9位になった。ヒューヒュー、よしよしよし、わーい。というわけでありがとうございました。壇上読みます。マジ前髪ボサボサ、前髪ちゃんとしてくればもうちょい良かったな。うTMFM、 福ちゃん推し、ニャンスキにデレデレな福ちゃんも、プリティー系の服の福ちゃんも可愛すぎ。フォースで会えるの楽しみにしてます。配信ありがとう、ありがとう。電波ちょっと悪いかも。来ると今日の服可愛くて良き、ありがとうございます。たまにします。また勝也ありがとう。やなしげき、ふくちゃん髪押し、七並べすごい、来月本気出します、よろしくお願いします。感謝枠申し込まなか、そうよ、感謝枠よろしくね。フラペチーノ、フラペチーノありがとう。缶図ありがとう。青におし、配信ありがとう。曜日の感覚薄いですが土曜日、今日土曜日か、ないな曜日感覚これから関西横買いに行ってきます、いってらっしゃい。ではうぶん、七並び大さんありがとう。こちらこそありがとう。関西横買いました。あ、嬉しい。
私も早く見たい。黒白、私服福ちゃんに握手会に行きます。調べありがとう。超越カリスマゲットできたのかな。超越カリスマはね、とうとうの昔にゲットしてるわよ。柏木まさき、ガーリーゲーにやってるよ。福ちゃんのファンセンス大好き、握手楽しみにしてるね。ありがとうございます。ぶっちゃん、半熟卵店可愛すぎて正座。福ちゃんの楽しで2回服が来たよ、イエイ。大変ありがとう。移動の混雑を気をつけてにゃ。お金持ち先生超気に入中、溢れ出る美少女感を隠しきれていない。珍しい、素直に褒めますね。そして1位は帯びけんさんでした。くまたくさんありがとう、ありがとうございます。それでは私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。鬼は外、福田は外内。3度のミッションはどんで決まり。香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さんお疲れんかおやすみ、おやすみみんな見るもないか、まあ、寝る人もいるかもしれないけど、お疲れんかんでした。はい、今日はちょっと昔よく着てた系の服を着てみた。丈短いよねやっぱ。でも163センチか4センチの巨大ぶりっ子服でございます。ありがとうございました。じゃあよかったらフォローしてください。またね、バイバーイ。